はい、どうもこんにちは。ケンタロウチャンネルへようこそ。今日はですね、はい、こちらの商品紹介していきたいと思います。今日紹介する商品はこちら、じゃじゃーん。はい、今日もね2つあります。はい、銀座カレーカシューということでね、カシューナッツのお菓子なんですけど、なんかね、銀座って書いててね、すごい美味しそうなんですよね。うん、銀座のカレーなのかな、うん、そういうブランドなんだと思いますけど、こっちがカレー味で、こっちがグリーンカレー味ということでね、2つありますので食べ比べてみたいと思います。ということで行ってみよう。はい、じゃあ食べていきたいと思います。はいね、銀座カレーということでね、銀座いいですね。銀座また行きたいですね。うん、銀座ってなんかそのすごいよね、うん、なんかすごいしか言えなくて申し訳ないんだけど、うん、なんか本当にかっこいい街だなと思いますし、うん、あの時計があったりね、あのモニュメントがあって、そう、あとすごい車が置いてあったりとかね、なんかすごいですよね。そう、田舎者の私にとってはね、憧れの場所ですね。あんなとこでいつかご飯食べてみたいなとか思ったりしますけど、うん、じゃあまあ食べていこう。大人の街ですよね、うん、はい、じゃあ食べていきます。わ、すごい、こんな感じでね入っております。カシューナッツがいっぱい入ってます。うん、これ100均なんだ。100円、またダイソーなんですけど、あの本当にね、1個108円なので2つで216円、ちょうどね紹介しやすいんですよ。じゃあいただきます。うん、これめっちゃうまい。あ、これめっちゃうまい。これね、カシューナッツがうまくてカレーで包み込まれてるんですけど、めっちゃうまいっす。もうね、カリッとするのよ。ピーナッツと違って、このカリッと感が違いますね。うん。この、食感がいい。うん。しかもこのカレーの味がうまい。やみつきになっちゃうね、これ。うん。カレールーと、なんか、旨味があるんですよ。めちゃくちゃうまい。たくま食品っていう会社で、愛知県の会社ですよ。うん。これ美味しいわ。びっくり。うん。今はね、10月の、まあ、末に近い中旬かな、うん、に撮ってるんですけどね。結構寒くなってきまして、札幌の方はもうね、冬の準備をする感じでね。雪虫が飛んできてね、雪虫が飛ぶとね、もう本当に冬が近いってことなんですよね。雪が降る手前なんですよ。もうなんか、そう、そういう時って僕体調崩しやすくてね、ちょっと今日はあの大学もなかったもので寝てたわけですけどね。まあね、毎日元気でいられるわけじゃないですけど、頑張っていきたいなとは思ってます。めっちゃうまい。好きな季節はね、いつだろうな。もうやっぱ僕冬はあんまりね、めちゃくちゃ好きなわけじゃない。まあ好きとかも楽しめるからさ、好きではあるんだけど、めちゃくちゃ好きな季節は春かな。春、夏。やっぱりなんか、これからなんか始まるとかね、なんか、夏もね、北海道の夏一瞬なんですけどね、よさこいソーランがあったりとかね、すごい楽しいんですよ。で、春夏って一瞬なんですよね。やっぱり冬が長い。冬が長くて寒くて。寒い、まあそういう環境だからさ。まあね、でも東京も寒いですけど。家なんか暖かいよね。家は楽ちんなんですけど、やっぱ寒いですよ。北海道の冬はね。絶品。めちゃくちゃうまい。これちょっと中身だけ、他にして、お土産にできちゃうかもしれないぐらい美味しいです。お土産レベルの味ですね。じゃあ、次はこちらの商品紹介します。グリーンカレー味。食感は多分一緒だと思うけどね。グリーンカレー僕あんま食べたことないな。北海道はスープカレーですからね。いただきます。特徴的な味。
美味しい。おお、すごい。これ結構手が込んでます。このね、上品な味。香りもいい。スパイスの香りもいいし。なんだろう。引き込まれる味ですね。めちゃくちゃうまい。うまいな。なんか肉っぽい味もするんですよ。めちゃくちゃうまい。でもやっぱり、どちらかというとこっちの方が好きかな。すごいね。これはうまいです。これ一つ 40g、こっち 38g 入ってて、結構たっぷり。ナッツにしてはね、たっぷりだと思うよ。こんだけ入ってて、安いと思う。めちゃくちゃ美味しいございます。はい、ということでね、今日はこれぐらいになります。チャンネル登録、これが今日のドルチカになります。ということで、以上。